トレバー・アジェイ・メイは、アメリカ合衆国、ワシントン州、ケルソー出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ、MLB のニューヨーク・メッツ所属。2008年の MLB ドラフト40目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・フィリーズで、プロデビューした。2011年、2012年には、 ベースボールアメリカ史が評価するフィリーズの組織内のベストプロスペクトに2年連続で選ばれている。また、2011年には A 級クリアウォータースレッシャーズで27試合に登板して10勝8敗、防御率3.63、208奪三振の成績を残し、フィリーズ参加のマイナー最優秀選手に与えられるポール・オーウェンス賞を受賞した。2012年12月6日に、 ベンリビアとのトレードでバンスウォーリーと共にミネソタツインズへ移籍した。2014年8月9日のオークランドアスレチックス戦でメジャーデビューした。9月3日のシカゴホワイトソックス戦で MLB 初勝利を挙げた。この年は10試合に登板して3勝6敗、防御率7.8844奪三振を記録した。2015年は開幕を 参加のトリプル A 級ロチェスターレッドウィングスで迎えた。4月12日に昇格して、以降は先発、リリーフとして MLB に定着した。最終的には、先発登板16試合を含む48試合に投げ、8勝9敗、防御率4.00という成績を記録した。また、三振をよく奪って8.6という脱三振率を記録した。 2016年はリリーフ専業となり、全44試合にリリーフで投げた。投球内容は、イマイチで防御率5.272勝2敗という成績だったが、三振ダッシュ能力は伸びを見せ、脱三振率12.7を記録した。2017年3月21日にトミー・ジョン手術を受けることが発表され、1年間全球となった。 2020年オフの10月28日にフリーエージェントとなった。2020年12月2日にニューヨークメッツと2年総額1500万ドルで契約した。エレクトロニック音楽への造形が深く、YouTube には DJ Hey Beef の名前でプレイする名本人の動画がアップされている。ありがとうございます。